ダンダダン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 ダダダンダンダダン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 ダダダンダンダダン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 ダダダン、ヘイ FC 大阪。はい、校長先生。あ、もう始まってたの。みんな、校長先生だよ。 FC 大阪の体育の授業、みんな頑張ってるか。これから全国からも多くの先生が応援に来てくれるよ。これからも一日中 FC 大阪の体育の授業でみんな頑張ろう。皆さんこんにちは。今日は東京からまみ先生と一緒にヨガをやってみましょう。できなくても全然大丈夫なので、気持ちいいなと思うポイントで気持ちよく伸びを入れてみてください。それでは始めていきましょう。少し足は大きめに開きます。分かりづらかったら両手を横に広げた時と同じぐらい大きく足を開いてみてください。はい、では右の足を横、反対の足を少し内側に入れてみます。そして両手は胸の前で合わせて合掌します。吸ったら上にうーんと気持ちよく伸びて、吐いたらゆっくり両手を肩のライン、そして膝を曲げます。目線は右手の指先の方を見てみてください。重心はなるべく下に落として、はい、ここで気持ちよく3つ呼吸を入れてみましょう。息を吸って吐いて、もう一つ吸って吐いて、もう一つ吸って、はい、吐きます。はい、ではゆっくり膝伸ばしましょう。はい、両手を落としていきます。今のは戦士のポーズの2番。次のポーズは両手を胸の前、息を吸ったら上にスッと上げて、吐いたら肩のライン、そのまま少し右の方、手引っ張られていくような感じでスライドさせて、ゆっくりと左手上げてみます。はい、今度は右の膝は伸びています。自分の体が細い隙間の間に入っているようなイメージを持ってみてください。はい、ではあと2呼吸入れます。吸って吐いて、もう一つ吸って吐いたら吸って、ゆっくり体を起こします。はい、では両手を落としてください。今度は反対向きいきます。右の足を内側に入れて、左の足を横に開いてみて、そして両手は胸の前、息を吸ったら上に上げて、吐いたら肩のラインでゆっくり膝を曲げます。で、目線は指先です。ちょっとポイントとしては、この左足のね、つま先と膝の方向を揃えてあげると、しっかり内ももの方にも刺激が入ってきます。前のめりに、ね、こうなっていきやすいので、なるべく重心真下に落としてあげてください。はい、あと一呼吸入れますよ。はい、吸う息でゆっくり膝伸ばしていって、はい、両手を落とします。はい、では次のポーズ、両手また胸の前、息を吸ったら上に上げて、吐いたら肩のライン、そのまま左に少しスライドさせて手を落としましょう。右手を上げると、これが三角のポーズになります。吸う息で指先一つ上に引っ張られているような感じで、この時ウエストの一つ上に上がっていくと気持ちよくお腹周りも伸びてきます。はい、足の裏側でしっかりバランスとってみてくださいね。グラグラしやすいです。もう一つ息を吸って、吐いたら吸う息で、はい、ゆっくり指先から戻しましょう。はい、両手を落としてふっと一呼吸。はい、では今度バランスいきますよ。足と足をどんどん近づけていって、右の足のつま先立ちで、かかとを上げてください。で、かかとを内くるぶしの方に添えて、両手胸の前、これでバランス取ります。息を吸って、はい、吐いていきます。どうでしょう、少し余裕がありますか。もし余裕があったら、右の足の裏側をふくらはぎに乗せてみます。これでバランスを取ります。いや、まだ余裕があると思ったら、手を上に
スーッと上げてみてください。はい、これグラグラしやすいですよ。お腹を一つ上に引き上げるようにしながらバランスをとります。これは立ち木のポーズです。こう木になったイメージですね。はい、足の裏側でしっかりと大地を踏みしめながらバランスをとりますよ。あと一呼吸。はい、では吸う息で木の葉がふわっとこう落ちていくようにして両手を体側、足ゆっくり下ろします。よいしょ。はい、一回かかとを踏んでリラックスしましょう。はい、じゃあ今度反対いきますね。左の足のつま先立ちです。かかとを内くるぶしに添えて、でまた両手を胸の前、はい、息を吸って、はい、吐いてみましょう。最初ね、ここからスタートでも全然大丈夫です。まだちょっとグラグラするっていう子はここでストップ。ちょっと余裕があったらふくらはぎに足の裏側で、これであまりねグッと押さないでね、足の裏側添える程度にしといて、余裕があったら手を上にスーッと上げて、お腹も一つずつ引き上げてみましょう。で呼吸しますよ。息止めない。でこういうバランスのポーズの時は一点を見てあげるといいです。先生もちょっとグラグラしています。はい、ではゆっくり両手をふわーっと落としてきた。はい、足も下ろします。はい、ではかかとのリラックスできましたか。はい、それでは足はちょっと開きます。ちょっとでいいです。はい、では両手を上に持ち上げて、はい、このまま斜めにスッと落としたらお尻を後ろに引いていきましょう。椅子のポーズです。空気椅子。つま先と膝の方向は揃えます。余裕があったらもうちょっと深くいけますか。3、2、1、 OK。 ゆっくり手を置いて、はい、じゃあ座っちゃいましょう。はい、楽に座ります。では右手を上に上げて、うーんと気持ちよく遠くに伸びて、はい、戻したら今度反対いきましょう。うーんと伸びる。はい、戻してきたら両手胸の前、ボールを抱え込んで背中ぐーっと丸めて、はい、手のひらひっくり返して上に伸びる。一気にふわっと解放します。はい、お疲れ様でした。みんな、マミ先生とのヨガはどうだったかな。これからもぜひやってみてね。今日はお疲れ様でした。バイバーイ。